はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、ホームページご覧いただいたお客さんから質問がありました。なので、それをですね、あなたと共有できればなと思ってます。で、どんな内容だったか、どんな質問内容だったかっていうと、法試験対策って過去問だけでいいんですかっていう内容だったんですね。結論から言っちゃうと、過去問は中心にやっていただいて、まあ、7月ぐらいからかな、予想模試をやっていただくと。まあ、いう流れで対応してください。だから過去問だけでずっとやるのではなくて、ある時期来たら、まあ、7月ぐらい以降になったら、予想模試とか、まあ、市販で売られるじゃないですか。そういったもので、対策をやっていくと。まあ、いう流れになります。で、ここで重要なことなんですけども、これみんなやってるんですよ。過去問もやるし、予想模試もやる。みんなやるんです。にもかかわらず、成果が異なってくるんです。これなんでそんなに成果変わってくるのか。っていうところを今回お伝えしますね。つまり、ちゃんと対策を取れている人と取れていない人がいるんです。同じものを使っているにもかかわらず、ちゃんと頭に入っていく人。つまり、実力が上がっていく人と、上がっていかない人がいる。同じ勉強時間だと仮定して、同じ時間としたとしてもですよ。違いが出ていく。これなぜなのかっていうところを今回、お話しさせていただくんですけれども、まあ、ちゃんと対策取ってくださいねってことですね。どうやって対策取るか。まず間違った方。間違った方っていうのは、単に過去問の問題と解説だけをどんどんやっていく。つまり過去問ありました。問題解きますよね。まあ、丸か×かですよ。丸。まあ、正解だったら、あ、よ、OK だ。っていうので、まあ、一応解説だけ読んで、はい、次行く。わかんなかったら、一応解説見て、うん、まあ、そんなもんなのかと。でもちょっとこれじゃわかんないな。テキストを見る。なるほど。まあ、そんなもんなのか。はい、次行く。一見これ、ちゃんとテキストで調べてるんで、大丈夫かなと思いますよね。でもこれだけじゃ、実際のところ、実力って、それほど上がらないです。まあ、それだけでもいい問題ももちろんあるんですけども、そうじゃない問題も実際あるわけです。ちゃんと自分の中で、イメージできているか、具体例が頭の中で思い浮かんでいるか、基本事項をちゃんと抑えられているか、これ一つ判断基準にしてもらいたいんですよ。つまり問題を読んだときに、あ、これがこういった状況なんだと。あ、A さんいて、B さんいて、C さんいて、あ、なんか D さん出てくるのかと。あ、こういう状況なんだな。あ、なるほど、なるほど。あ、こういった場合はこういうルールなんだ。なるほど、と。自分の中でちゃんと理解できているかどうかがすごく重要なんですよ。ほとんどの方が文字だけなんですよね。頭に入れていっているのって。ちゃんと理解していない。っていうところがすごく、あります。で、そういうやり方してったらいつまで経っても実力上がりませんので。そのために、じゃあ、具体的にどうするのか。これをやるためにってことですよね。これをやるためにどうするのか。テキストと過去問集だけで勉強しないってことです。インターネットを使って、ちゃんと調べるってことをやってください。もちろん、違うテキストとかもありますよね。まあ、ちょっと難しいようなテキストもありますし、そういったもので調べるってもいいですし、インターネットでも全然調べれますんで。それをやる。で、ちゃんと理解する。自分なりに落とし込むっていうことをやっていかないと、いつまで経っても実が上がりません。もちろん時間はかかります。時間はかかるけれども、それをやらなかったら、結局は点数上がってきませんので、どれだけやっても。だからどんな人が現れるのか、こんな人が現れるんですよ。過去問はもう10年、15年やりました。もう40点毎回取れてますと。毎年、過去問ですよ。でも本試験になると30点ぐらいしか取れません。30点ぐらいで不合格です。っていう方いるんですね、実際。で、その方っていうのは、これが全然頭にないんですよ。単に過去問の答えを覚えちゃってるんです。過去問の解説の文字面を覚えちゃってる。で、実際その解説が書いてある内容がどういった内容なのか全然わかっていない。そんな状況じゃ、本試験で同じ問題って出ないんですから、全く同じ問題は。ちょっと変えられて出てきますよね。その時対応できないんですよ。でも、こういうやり方をしていたら、またその問題、しか本試験で見た問題見たときに、あー、なるほど。で、イメージできちゃうんですよね。そうすると、あ、このルールを使ったらいいんだ。ルールっていうのは法律ですね。このルールを使う、この法律使ったら、あ、だからこうなんだ。あ、答えこれ。はい、×。はい、次の選択肢。っていうふうに、答えを導けるようになるんですよね。だそういう勉強の仕方をすると。これが本試験の対策です。つまり、日頃の勉強が本試験対策なんですよ。つまり日頃の勉強から本試験対策の勉強の仕方をしていかないと、いつまで経っても合格できませんので。で、それをやって、で、じゃあ今まで解いたことのない予想模試行くわけですよね。で、その予想模試も基本的にやり方は一緒なんですよ。
これまで、こういったイメージ、頭に入れてきてますよね。過去問やってて。で、それを使って、じゃあ、予想模試で、解いたことがない問題は解けるかな。そういった着眼点で問題解いていくわけです。で、あ、この問題は、あ、やったことがあるけど、ちょっと違う部分があるな、とか。っていうのが分かってくるようになるんですよね。ね。過去問でちゃんとそういったこんなね、イメージしたり具体例を考えたりとか、こういったことがちゃんと頭に入っていないような勉強をしてたら、いつまで経っても予想もしも点数取れないし、本試験でも点数取れませんよ。っていうことですね。なんでこういったこと。まあ、時間かかるかもしれないんですけども、ぜひ調べながら学習していっていただければと思います。とはいうものの時間かかって、時間ないと。そんな時間ない。確かにこれ、1問で2、30分かかる場合もやっぱあるんですね。だから時間がないっていう方は、個別指導の方をぜひですね、ご検討いただければと思います。なぜかっていうと、個別指導っていうのは、もう元々使ってる教材がまあ違うんですね。解説自体もやっぱ違います。ちゃんと基本事項とか具体的なイメージだとか、これってこういうことを言ってるんですよ。ちゃんと理解していただけるような解説になってるんですね。理解が必要な部分については。要するに動画があったりとか。まあ、するわけですよ。で、わからない部分がやっぱ、人それぞれやっぱ出てくるんですよね。で、そういった時は質問いただければ、解説させていただきますんで。なんで、あなたは、わかんないところが出たら質問して、もう次の問題に行けるわけです。時間的にすごく効率がいいんですね。だからそういったやり方ができるので、まあ、個別指導、時間がなくて、短期間で実力上げたい、っていう方は、まあ、個別指導ですね。受講されている方が多いです。なんで、まあ、そちらもご検討いただけるのであれば、全然ご検討いただいて、独学でできるのであれば、全然、こんな、ね、自分で全然できますんで、やっていただければと思います。こうしたら、ちゃんと実力上がってきますんで、ぜひですね、頑張っていきましょう。レッツスノーでした。ありがとうございます。